おかえりドクター。皆さんこんにちは、こんばんは。瞑想ゲーマーおばてぃです。今回は応接室と手がかりについてお話ししたいと思います。でこれは私のピーチの全体の様子なんですけども、応接室この右上ですね、ここがオレンジ色のマーク、これは手がかりが入って見つかったよと、手がかりを入手したよというお知らせになっています。でまず応接室で手がかりを得るためには、応接室に配置することで能力を発揮するオペレーターを配置してください。応接室で能力を発揮するオペレーターがまだ仲間に加わってない場合もあるかもしれないんですけど、私のところでは今応接室手がかり捜索速度 20% プラスのメイさんと、あとこちらまた誰でしたっけ、名前12階さんです名前が12階さん、こちらの方も応接室配置時に手がかり捜索速度がプラス 20% ということなので、この2人を配置します。でこのマーク出てますので、手がかり、どんな手がかりが集まったのか見に行きたいと思います。はい、そうするとですね、こちら今10分の10と書いていてオレンジ色のマークが出てるんですけども、この1から7まで7つの手がかりを全て揃えればビンゴで、持っている上限は10枚までになってます。で私の場合これ以上持てない状態になっています。なので新しい手がかりを今上限に達していますということで、受け取れない状態になっています。最初の頃ですね、よく分かんなかったので、ていうかまあいろんなことがよく未だに分かんないんですけども、ダブってるものはしょうがないので捨てちゃってたんですけども、占有ができますと、占有にこれを渡すことができます。このダブってる情報をね。でこれはこのなんだろう、こう手で差し出すようなマークのところ、こちらですねをタップしてみると、私はちょっと人見知りな性格なので、占有ってちょっとどうやって探すのっていうか、何コミュニケーションどうやって測るのとか悩んだんですけども、個人的なメッセージのやり取りとかは私が知ってる限りではゲーム内ではないと思いますので、なので安心して占有を作っていいかと思います。まず私は今3名占有がいらっしゃいます。この一番下の右下の手がかりというところを押すと、これオールで見るよりもそれぞれで見た方が分かりやすいと思います。手がかりの1、今私は持っていません。で2は1個多く持ってます。で3、4が2つ多く持ってます、余ってます。ダブリを占有に渡したい場合、1は私が自身が持ってないので何も出てきません。で1枚しか持ってないもの、仲間に占有にあげられるものがない場合も何も出てきません。でダブっている場合、ここにこう出てきます。ペンギン9便は私は合計2枚持ってるということですね。でこの声優の欄なんですけども、濃い色の数字はこの方もこの情報を持っているということになります。で4、これもあげる相手がいません。で5、6、7、どれもね持ってるものがダブってるようですね。占有がですね、同じものを持ってんのか、足りなかったらね、お渡しするという形に考えたんですけども、私がこの余っている分皆さん持ってましたので、これはまあ
やっぱり戦友がいれば渡す相手がいるかもしれませんが、今の私にはいないので捨てます。でこれで捨てたので新しい情報を受け取ります。受け取ったけどこれもダブリですね。もったいないけど1枚捨てます。そうじゃないと次のね情報を獲得できないので、で、手がかり削除でまた、はい、FP を5いただきました。でですね、全部揃うと情報共有会というのを開くことになります。で情報共有会を開くことで FP をですね、またこれもまた FP をもらえる。仲間が情報共有会を開いている場合、仲間の情報共有会参加でも FP をもらうことができます。で占有一覧で今3人目の仲間の方がこうオレンジ色がくるくる回ってるじゃないですか。全部揃って情報共有会を開いてるということになるので、そこにお邪魔します。そうすると FP30 入手しました。応接室のオペレーターがですね、今一生懸命次の手がかりを探してまして、あと11時間15分後に新しい手がかりが入ってきます。あと毎日入手っていうのもありますので、これもですね、こちらは毎日4時に手がかりを入手となってます。 FP をたくさんもらいたい場合はこまめにここをねチェックした方がいいと思います。もらったFP は購買部の FP 交換所で、まず今日の FP 受け取り、はい、FP を受け取ってから上限が300まで、翌日に持ち越せる FP の上限が300になってますので、何をもらおうかな。初級移設っていうのもあんまりうまく手に入らないような気がしたからもらおう。これをもらいます。これを1個2個もらいました。はい。で圧学いるかな、ちょっとわかんないな。圧学ももらっておきますか。圧学2を3冊 FP50 で購入します。ありがとうございます。ということで今回は応接室と手がかり、あと情報共有会についてお話ししました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。